はい、それをやっていきましょう。今日話すことは、なんで花屋になったのかっていうのはちょっとね、軽いテーマでちょっと動画撮れたらなと思うんですけど、まずそもそも、僕は九州の福岡県久留米市っていうところで、あのラーメンの有名なところですね。そこで生まれて、で、幼稚園まで九州にいたんですよね。で、その頃にうっすら記憶に残ってるのが、その、うちの父親が、その、蘭の生産者をしてたっていうのは、その当時は知ってたんですよね。そう。で、そのハウスの中に入った瞬間にその匂いとか、なんか独特な暖かさみたいな、その蘭の独特な匂いみたいな、その素焼き鉢がいろんなところに転がってて、その割れた素焼き鉢とかを兄貴とチョップしながらこうやって割って回るみたいな、その割れるやつは強いみたいな、そういうなんか遊びをしてた記憶が、まあ、うっすらあるんですけど。で、その、まあ、その、メインはやっぱ胡蝶蘭。で、あと、どうなんだろう。その当時、カトレアは作ってたんじゃないかな。デンドロ作ってたんじゃないかな。まあ、あとは、わかんないですよ。その、マニアックなものをいっぱい作ってたかもしれないけど。でも実際には、なんだろう。なんかこう、こっちのハウス、こっちのハウス、こっちのハウス、みたいな、なんかこう、いろんな、こう、なんかハウスがあったような、まあそれでちょっと生計をね、立ててたんじゃないかな、みたいな。で、その、小学校の時に、小学1年生になる時に、ちょうど、兵庫県の神戸市っていうところに引っ越してきて、で、その時は、何がどうっていうのは全然わかんないまんま親と一緒に来たんですけど、でもそれが、実際には花屋になるぞっていうことで、で、なぜか生産者からいきなり神戸に来て花屋をやるみたいな、そういう、何がどうっていうのは正直、その、未だにね、僕もわかんないんですけど、でも、その、小学1年生は普通にその小学校行ってたんですよね。そう。まあ勉強もね、してたかしてなかったかで言うと、まあしてなかったんですけど、そうそうそう。まあでも宿題とかね、ちゃんとやってたかもしれない。ちょっとうる覚えだけど。で、その、小学2年生の時に、ちょっとなんかお手伝いじゃないけど、その、住んでるマンションの下に作業場みたいなのがあって、で、その、なんか道沿いじゃないけど、その同じマンションの下側にテナントとして入ってて、その全然違うところ、マンションの敷地内だけど、別のところに作業場があるみたいな。そういうところで、うちの両親がまあ働いてて、まあ、その、知り合いであるとか、なんか誰かと、一緒に花屋さんをやってますみたいな、そんな感じだったんですけど、そのお手伝いをしたんですよね。そしたらお手伝いすると結構みんなね褒めてくれるんですよ。そのわー偉いねーみたいな。で、こう、あ、お手伝いしたら偉いんだみたいな。で、そのなんかね、人によってはねお小遣いくれるんですよね。そうで、あの飲み物もらったり、お菓子もらったり、なんかもらいもんもらったり、なんかいろいろね、めっちゃ物もらってたイメージが、その当時ありますね、小学校の時って。で、小学2年生の頃から、あ、手伝うって、なんか、いいなーって、働くっていいなーって、なんか今で言う、中学生がそういう社会体験みたいなのすると思うんですけど、それを大体小学校2年生の頃に、あ、働くっていいなーっていう感覚。だから結構感覚ね、バグってるんですけどね。そう。で、それで、働くことが、ちょっとなんか、働くことは善みたいな。なんか社会に出て、なんかその当時、小学校、
2年生ぐらいからだんだん働くことが楽しくて勉強をおろそかにしていったみたいな。もう小学生、小学2年生でもう勉強諦めますみたいな。そうで、めっちゃ頭悪いんですよね。その勉強しないし宿題しないしテストも点数悪いしみたいな。で、その時僕が言ってたのが、俺別に働くしみたいなことを言ってたんですよね。今思ったらマジバカと思う。そう。で、その当時は社会に出てもどうせ勉強なんか役に立たんから、その算数もその足し算と引き算と掛け算と割り算さえできたらもう社会に通用するって、何かなぜかわかんないけどそういう絶対的な自信があって、そう。普通は勉強した方がいいですよ。マジで勉強した方がいい。今になってももう勉強しとけばよかったって、大人になって後悔。うん。その当時は働くのが楽しくて、面白くて好きで、学校が終わってよく手伝ってましたね。そう。で、それを、手伝ってて、で、中学になってもその感覚は、抜けなかったっていうか、働くことをやめない。勉強よりも、就職するからいいみたいな感じで、勉強はしなくても大丈夫みたいな。社会に出ても歴史は使わねえみたいな、なんかわけわからんことをね、言ってたんですけど、そう。で、その、中学2年の時に、まあ、うちの母親が通ってた、そういう、教室、そういう、ブライダルのブーケであるとか、まあ、ブートニア、コサージュ、ヘッド、まあ、その一式で、花束とかアレンジはね、あんまりやってなかったけど、まあ、そのカリキュラムの一つで、アレンジは、まあいろいろそのクレセントとか、そのオーバルとか、そういうなんかキャスケードとか、そういうアレンジとかは一応カーネーションとか、そんなんでは作ってましたね、その当時は。うん。まあ今でこそ、そのブーケっていうのは、ワイヤリングからその吸水性スポンジに、その変わっていって時代の変化というか、そう。でもその当時は、やっぱりその、うん。まあ、ブライビーって言われる、その、吸水性スポンジの、そのマイクみたいなね、その取っ手に、こうマイクが、スポンジがついてて、そこに花を刺すっていう、そういう技術はあんまりこうなかったっていうか、まあ、それで、まあ、うちの親も、なんか、その、そこ行った方がいいんじゃないか、みたいなことを言って、自分もその気になってよ、そんなところがあるなら行きたい、みたいな感じで志願して行ったんですけど、そしたらその、行ったところで、いや、その、中学2年生、14歳で、なんか、いや、もうこういう子はね、すぐ辞めるんですよ、みたいな感じで、なんかね、先生か校長先生か忘れたけど、なんかね、言われたんですよね、そう。で、それが、なんか、その時に自分の、もう、やるぞって、もう絶対入るっていう、こう、意識があって、いや、それ言われた時に、いや、絶対やめません、みたいな感じで、先生に言ったんですよね。そしたら、まあ、そこまで言うんやったら、まあ、別にいいけど、みたいな感じで言われて、もう、その、入れる、もう絶対やめないっていうのを条件に、その、まあ、入れてもらって、まあ、一週間に一回ぐらい、で、大体、その、一年で、その、初等科が終わります。で、二年目で、中等科が終わります。で、三年目で、高等科が終わります。で、まあ、一週間に一回ぐらいだから、60単位ぐらい取るんですかね。で、四年目が研究科行きます。で、五年目が教師科行きますっていう、その、初等科、中等科、高等科、研究科、教師科って、その教師科全部取るのに、大体約5年ぐらい。かかるんですけど、まあ、それも全部、行って、まあ、その、花の教室で、こう、
生徒さんとかに教えることができますっていう、まあ、あの、教室で先生ができますっていう、まあ、免許を一応取って、で、その後の教室を開設する免許は取ってないんですよね。そう。教室がしたいわけじゃないから、別に教室開設の免許は取らなくていいんじゃないかなと思って、まあそれはいいやと思って取らなかったんですけど。で、まあ、その、NFD、日本フラワーデザインとかに、うん、まあそこもね、あの、花の先生って言われるような、その、免許に、まあまあ似てるっちゃ似てるかなーっていうイメージ、そんな感じですね。うん、で、まあ、それを、行き始めたのが中学2年生の頃なんですけど、まあ、中3の卒業するときに、やっぱりこう、あの、みんなは進学、その、どこどこ高校に行くとか、みんな言ってるんですけど、学校でね、学年で多分ね、約400人近くいたんじゃないですかね。同じ同級生が。400人ぐらいいるうちの、多分ね、4人もしくは5人ぐらいだったんですよね。就職します、みたいな。あの、土木行く人、あの、料理人になる子。で、俺は、あの、実家の花屋に入る、みたいな感じで。で、その、15歳で社会人になって、で、もうそっから、よっしゃ、花屋になれるぞ、これでしっかり働けるっていうことで、もう学校行かんで済むぐらいの勢いで、そう、あの、第2土曜日が休みになりましたっていう、その、中学校の時に、あの、卒業、中学を卒業する前ぐらいかな、第4土曜も休みになりますみたいな感じで、あ、第2休みになった、第4も休みになった、もちろん働いてたんですけど、そっから卒業してから土曜日休みになりましたってなった瞬間、みたいな、なんで今まで土曜日行っとったんっていうぐらいの、うん。で、まあそれを社会に出て一番最初は何したかって言ったら、もう花屋の醍醐味の花市場で仕入れをするっていう、もうそこをですね、まあうちの父親について行って、で神戸の兵庫県製菓っていうところで、まあその仕入れをするっていう、あの最初はね、もうわっきわかんない、もう右向いて左向いて、その一人をずーっと見てたら、やっぱ怒られるんですよね。その、それじゃあ、その、競りはできんぞ、みたいな。8人同時にやってるから、一つのレーンばっかり見てたらあかん、みたいな。注意される。うん。15歳の僕からしたら、その、もう未知の世界なんですけど。そう。でもそれを、他の人はやってる。他の花屋さんはみんなやってる。でも、右見て左見たらもう終わってるぐらいの勢いで、え、みたいな、そんな、まあその当時手競りで、うん、本当にわけわかんない状態で花市場に最初こう、うん、連れて行ってもらって、そこでまあいろいろこう、あの今思ったら良かったなって思う、その15歳で花市場で手競りで仕入れさせてもらえるなんか、まあ普通に考えたらありえないこと。うん。でもそれをやっぱりやらせてくれた、うん、のはありがたかったなって思う。うん。で、市場で一番最初に買った商品は百合。まあ今でもね、ユリ好きなんですけど、その、ユリのね、スカシユリっていう、そう、確か品種はモナ。うん。ね、黄色のスカシユリ。今思ったらね、もう、あの、今 LA とか出てる中にスカシユリなんか、うーんって思うけど、まあその当時は、金額を言うと、3000円。
だから自分で根付けまでする。だからもうその競り人にこう標準というか標準を合わせてバーンってこう3000円を出す。でサーンってやって競り人がお3000円つけたって言ってこう帽子かぶってたようなイメージがあるんですけど、こう1,2,5ってこう多分ね書いてるか、なんかこう手でねなんかやったかもしれないけど、で何番って言われた時に行こうってやって買ったのが、まあ、15歳の時ですね、うん、2番目に買ったのはもう正直覚えてないけど、もうその日はそれを1個買うのがもうすごい精一杯で、でも買った、その自分の中でお金を、まあもちろんそのうちの親のお金なんですけど、その自分のねお給料には直結してないけど、その買ったっていうそのドキドキ感、そうそうそう、それはなんか、うん、その当時の自分はおよくやったみたいなところはあるんですけど、そうで、それをうちの親もねなんかユリを買ってたんですよね。でそのなぜかマウントを取られて、あの私のはいくらで買ったみたいなことを言われて、いや俺の方が物がいいみたいな、わけわからん小競り合いをするみたいな、そうそういう風なのはなぜか、うん、あの褒めてもらってないイメージがなんで褒めへんねんみたいな、うん、そう。でもその仕入れでその当時分かんなかったことってすっごいいっぱいあった。あの値段を言ってるのか本数を言ってるのかで、それが値段が競り落ちて1個って出したらいいタイミングがいつなのかっていうのもはっきり言って全然こうその当時は分かんなくて、その見極めがすごい難しかったっていうのと、8人が同時に競りをやってる、その8人を同時に見るっていうのがこう自分の頭が追いつかないみたいな。でも途中どっかのタイミングでね、あの慣れてくるとこう覚醒するんですよね。お見えるぞみたいな。そう、それがまあ見える瞬間になった時に、おすげえみたいな、競りが全員言ってることが見えて分かって、なんかその8人同時に言ってることと値段と、そのなんかそれが全員が見える、その多分自分のこう首から上はこんな感じで1秒間に2回ぐらい右左右左ってやってたぐらいの勢いで、そうすると右左ってやればやるほどこう誰々はまだ競りをやってない、誰々はもう値段決めようとしてるとか、それがねすぐわかるんですよ。そう、あの当時はね首が結構凝ったんじゃないかなっていう、うん、でもなんかそれ、なんかその時に自分で実感したのが、レベルアップした瞬間が自分で体験できたなっていうのは一つありましたね。そう。で、それを、うん。16になった時に、バイクの免許を取りに行ったんですよね。バイクの免許を取りに行ってからは、結構まあ、単車で、市場に行って、で、単車で帰ってきて、で、その、仕入れした商品は、スタッフが取りに行ってくれる、みたいな。その時まだ車の免許はないんで、そう、そういうことを、実際にやらせてもらってた、みたいな。そう。まあ、いろんなね、失敗はね、したと思う。全然買えんかったとか、なんかそういう、高かった、安かったとか、そんなね、めっちゃあったと思うけど、一回、バラが安いなと思って、バラばっかり買ってきて、うちの父親に、なんでバラばっかり買ってくるんや、みたいな感じで、バラ事件みたいな。うん。なんかそんなもんね、その当時、うん。いろんなことね、思い出しますね。そう。うん、でも、なんか、それでも、うん。怒られたけど、叱られたけど、怒りはしなかったかな、みたいな。まあ、気は長い
方だと思うんで、うちの父親は。うん。なんかこう、失敗は、成功のもとっていう感じよりも、なんか失敗しても、まあいいか、ぐらいの勢いで、なんかこう、見守っててくれるぐらいの勢いですね。そう。うん。うん、そう。まあでも、なんだろう、17ぐらいになって、ああ、後継ぎたいなって、その、後を継ぐには、その時はね、その、花屋業と造園業と、実家はね、両方あったんですよね。そう。で、うちの兄貴は、造園業の方に、力を入れて、よく庭木の剪定とかは、兄貴と社長がよく行ってたみたいな。で、僕は、お店の方をメインで、こう、入らせてもらってたっていう感じで、そう。で、中2からこう、やってる、その、切り花をこう、やってるから、何かとこう、なんだろう、こう、うん。ちょっとなんか、技術、プライドが高かったのか。な、技術は、自分はちゃんとやってる、できてる、みたいな感じで。ちょっと天狗になってたかもしれないですね今思ったらダッセーみたいなそうで、その当時ね、お客さんになんかめっちゃ言われるんですよね。兄ちゃんこれ来年咲くとか、兄ちゃんこれどうやって管理したらいいとか、やっぱり花屋で働いてるからお客さんって聞くんですよね、スタッフに。そのスタッフに聞いてくる、俺に聞いてきた時に同じようにちょっと待ってくださいねって言って店長にそれを確認するみたいな。で、店長に言われたことをこれこうです、ああです、で言えば言うほど、じゃあこうはって、また言われたらまたね、店長に聞かないといけないみたいな。で、まあその当時ね、仕事が終わったらいつもね、僕夜の、夕方の6時に仕事が終わったら、そのそっからその飯食って風呂入って7時にもうすべて終わらせて、こう7時から夜中の1時ぐらいまでめちゃくちゃギター弾きまくってたんですよね。そう、6時間とか7時間とかもうエンドレスで弾いてたんですよね。そう、まあ兄貴の影響で、兄貴とずっとこう、まあ部屋が一緒やったから、そうで曲を覚えたとか弾けるようになったとか、お互いにこう自慢しながらやってたんですけど、でそれをもうある日、もうこれじゃあかんなっていうことで、もう痺れを切らして、17ぐらいだったかな、俺はもうギターを封印するみたいな、なぜかわけわかんない宣言をして、で兄貴もえどうしたみたいな、ギター弾かんのみたいな感じで、俺はもう弾かんみたいな、え何するみたいな、俺は花を勉強するみたいな、花みたいな、そう、まあ兄貴は造園業でね、造園の技術とか学んでいくけど、花屋さんはやっぱり花の技術と花の知識がいるっていうので、その6時間とか、うん、その時間を花の図鑑を開いて勉強しまくるみたいな、こんな分厚いなんか本を毎日、これは1年草、これは何っていうのをその勉強しながら毎回ずーっと読んでいくんですよね。それでその図鑑を毎日見てると、なんとなくイメージで、あこれはこうやな、あなんこれ、菊科って分類されてる花って結構なんかこの花の形してんなみたいなのが分かったり、あそのなんだろう、球根類って案外寒さ強いの多いなとか、あ、観葉植物、なんとなく寒さ弱いの多いな、とか、なんか、あ、蘭って、こう、なんか、自生と着生とあるな、とか、なんかこう、いろんなことが分かってくる。うん。プラスアルファで、うちの父親も、多分農大とか行ってたんですよね。で、園芸関係は結構詳しくて、で、その後に、商社に入って、で貿易の方をやって、ランとかを輸入してる商社に多分2年ぐらい入って、多分ハウスとか独立、自分のじいちゃんがその百姓で土地持ちだったんで、その土地を使ってハウスを多分建ててるはずなんですよね。
そう。だから、なんかこう、結構、花に詳しいから、あれってどうなんとか、何がどうとか、言ったら結構ね、すべて答えてくれるぐらいの勢いで、全部教えてくれるんですよな。ね。なって。そう。で、その、なんだろう、その当時、ランっていうのはな、メリクロンでな、こうやってな、増やすねん、育てんねん、みたいなを、なんか、いろいろ教えてもらって、ああ、そうなんや、とか、こう、着生でな、どうでな、こうでな、とか、そういうふうなをいっぱい言ってくるんですよね。で、こう、原種はこうでな、とか、交配がどうでな、とか、そういううんちくがめっちゃ多かったっていう。そう。でも結構わからないことは何でも答えてくれるぐらい、植物、ね、未だにそうなんですけど、うちの父親と兄貴は植物大好きなんですよ。多分、植物と会話できるんじゃないかなっていうぐらい、もうなんかね、大好きなんですけど、僕はそこまでね、好きじゃないっていうか、その家に花を飾ろうとか、そんなん全く思わないけど、そう。なんかそういう、ちょっと話が脱線したけど、そう。で、その、勉強をするために、まあ、日曜日しか休みがなかったから、月から土曜まではひたすら、その、家にめちゃくちゃ本ってあったんですよね。趣味の園芸もあったし、フローリストもあったし、なんかこう、難しい本がむちゃくちゃあったんですよ。もうそれも網羅しようと思ってめっちゃこう読んで、ある程度なんかね、その分かってきて、今度はその日曜日に、その神戸市の隣が芦屋市なんですけど、その芦屋市の図書館で園芸の本とかを網羅していくんですよね。だから日曜日になったら単車で芦屋の図書館に行って、で朝9時から夕方の6時までそこの芦屋の図書館で勉強するみたいな、綺麗で快適でなんかいいなーっていうところ、で借りようとしたらやっぱりね、神戸市の人間が芦屋市のその、本はね借りれないんですよね。そう。だから、その場で読むしかないから、その場で一生懸命勉強するみたいな。そう。そういうことを、まあまあ1年ぐらい続けたんですかね。1年繰り返せば、1日、まあ、短く見積もって5時間。だから、その5時間で、そうですね。だから、1800時間ぐらいは勉強したんじゃないかなっていう、その1年間で。そう。で、やっぱりこう、ある程度、勉強しながら、その、店に入ってくる商品を見ながら、だんだん分かってくるんですよ。木質化してるやつは、これ気になってくるとこうやなとか、あれはどうやなとか、だんだん、その植物を見るだけで、あ、ここでピンチしてるから、これはどうやなとか、どういう仕立てに、なってんなとか、そんなんがね、ちょっとずつ分かるようになってくるんですよね。まあ、当たり前の話なんですけど、そう、そういうふうなんが、でもその当時は、やっぱり17歳とか分かんなかったから、18歳ぐらいになってようやく、なんかいろんなイメージができて、花は知ってるけど、現物を見たことない、市場に行ったら、あ、これか、みたいなことは逆が多かったかな。これなんやろうで調べるじゃなくて、調べといてからの商品を見たときに、あ、なるほど、これか、みたいな。そんなは、こう、あった。その当時はあったっていう。そう。で、その、ね、しっかり勉強できたっていうのと、やっぱり趣味をちょっとね、捨てたっていうのが、まあ、いいのか悪いのかわかんないけど、やっぱりそんだけ、本気になった瞬間っていうか、で、その何かを捨てなければ何かを得られないって、まあ確かにその通りやなって。自分の時間であったりリソースっていうのは限られてるんで、その限られた時間を何に費やしますか、何に使いますかってなった時に、
その捨てるものは何ですかって、何を捨てて何を得たいんですかって、何を得たいから何を捨てるんですかって、あれもこれもどれも持っときたいって、結局断捨離ができてないんですよね。そう、だから得るものがあれば絶対捨てるものがないと、その、まあ、自然の摂理に逆らうというか、うん、だからそういう、うん、勉強するんだったら趣味は一旦置いとこうみたいな、そう。だからそういう勉強をして、で知識を得て、やっぱり仕事に生かす、で仕事に生かして、で今度は僕が19ぐらいの頃かな、違う花屋さんに行くんですよね。そう。で、うちの父親のお店はどっちかって言ったら普通の花屋さんで、スーパーを10軒、持ってる花屋さんで、別で、造園業っていう形で、まあ、この3つの柱があるとしたら、まあ、大体こう花屋さんとスーパーのパックを作るっていう物価を作ったり、この辺が大体セットで、で造園業はまあ体一つで技術でいけるみたいなところがあったんですけど、まあそういう別の花屋さんに行った時に、そこは薄利多売のお花屋さんだったんですよね。そう。でそこの社長とうちの父親が仲良かったから、そっち側に行かせてもらったみたいな感じで、うん、でそのお店で働いた時に、やっぱりあ、花ってこんな売れるんやっていう、もう自分の中で衝撃すぎて、その普通にお花屋さんで働く、まあ作業メインのところから、その店の営業っていうか、その店売りメイン、うん、品物を売るっていうのがメインに切り替わった時に、こんな世界があるのは知らんかったなっていうぐらい花が売れる。で今まで商売やってて、本当にね、その19の頃はね、一番楽しかったっていうぐらいめっちゃくちゃ楽しかった。うん、すっごいいい勉強にもなったし、その社長にはね、本当感謝してもしきれないなっていうぐらい、自分の人生を変えてくれたって思うぐらいの、やっぱりそんな衝撃でしたね。そう。まあその、名前言ってもいいかな、福田社長って言うんですけど、その福田社長がやっぱりそのいなかったら今の自分はなかったんじゃないかなって、もちろんそのうちの父親がいなくてもやっぱりダメだったなっていうのはもちろんあるし、花業界にこう、入った、またとどめてもらったっていうのもうちの父親のおかげでもあるから、そう、まあそれをこう安売りの花屋さん行った時に、花ってこんなに売れるんやっていう、その衝撃から、いや、俺なんか今まで、こう、視野が狭かったなって。こう、花屋さんで、その、継ぐって、実家を継ぐっていう意識しかなかったのが、そこで初めて自分で花屋をしたいっていう意識に変わったんですよね。自分もこんな店作ってみたい。こんな店やりたいって思ったんですよね。そう。で、そこで働いてたスタッフの、まあ、ちょっと俺より2個上ぐらいの、そのスタッフが、やっぱりこう、その子もなんか自分で花屋やりたい、みたいなことを言ってて、じゃあ俺らの夢は、じゃあ花屋をやることやな、みたいな感じで、でそれを、こう、どっちが花屋を開業できるかわからんけど、とりあえずでも頑張ろうや、みたいな感じで、うん、で、俺は、そこの店は社員で入らせてもらってて、で、その、二個上の男の子はアルバイトで入ってて、うん、で、羽根県警もほとんど大差がないぐらい、そう、まあ、結構、なんだろう、店の、注文であるとか店内を回すっていう作業は
結構任せてもらえてて、でその子はどっちかって言ったら物価であるとかその鉢植えとかそっち系をまあちょっとメインで回しといてぐらいの勢いで、まあでも本当にこう仲良くて本当に楽しい時間をその時は過ごせたなみたいな。そうで、それがそうですね、大体僕の若い時のその人生というか、そう、あのね、今年で40になるんですけど、そのなんでそんな40で花屋歴があんねんって言ったら、そういうあのからくりがあるという、そう、高校行かずにあの15から働いてるから40になると、あの単純計算であの25年、そう、だから厳密には25年目なんですよね。丸24年、花屋歴24年っていう形で25年目突入みたいな感じ。そう、うん、まあそういう、うん、花のこともある程度ねこう網羅していくと、この YouTube がねめちゃくちゃ楽しいっていうそう、うん、まあでもなんかあの花業界っていいなって未だに思う。うん、あのもうここまでやったらもう花業界でずっといたいって思うし、うん、そう、それがまあ大体こう20歳ぐらいまでの、うん、僕の人生かなっていう。そう、まあでもあのいい経験ね、実家であるとか福田社長のところであのすごいこうお世話になったから、もうそれがあるから今があるって言っても過言ではないんで、そう、まあそれが大体僕の、15から20歳ぐらいの人生かなっていう、はい、まあ、そういうお話でした以上です